Ох.三成殿、ぜひ我らと来ていただきたい。お誘いは痛み入るが、得体の知れぬ奴のために働きたくはないのだな。何という傲慢な者よ。ならば力ずくでも来ていただく。三成さんは敵に囲まれているらしい。急いで救援しよう。三成さんを強引に仲間にしようとしているのか。それでは堅くなになるばかりだろうに。こうなしすぎじゃ俺の前に立つか。感謝するよ。いい度胸。カリの時間だ。私はしない。覚えておいてやろう。浄化完了。ヨブニガさん、それが宿命だ。実にお見事です。よし、いい感じだ。強引な誘いに困ってるんだろ。俺がここから逃がしてやる。余計なお世話。貴様もさっきの奴らと同じ類だ。俺はただ三成さんを救いたいだけだ。それ以上でも以下でもない。俺を助けたいというのに策に協力しろ。
この辺りの拠点を奪還してほしい。余計なことはするな。ただ拠点を取ればいい。大将首を取ろうとするなどもってのほかだぞ。あの人が石田三成。博士のイメージとはだいぶ違うわ。成功していた三成殿が自分から出てきたぞ。どういうつもりなんだな。いい感じだ。もしやこれは何かの策では。悪くない働きだ。出てきたあんたが悪いんだ。いざ、この超重要と勝負してもらおう。生存の時に感じだ。我が闘志まだ消えてはいない。いずれまた勝負だ。浄化完了なんてね。まあまあやるではない。では俺の秘策を見せてやろう。今水成様のお考えが読めません。皆様あの方から離れてください。行くよ。今のうちに先へ進むぞ。しばらくは追ってこないはずだ。見事に敵の包囲を突破したな。それに秘策もあるというし。秘策などない。ただハッタリをかまして敵を脅しただけだ。援軍として参りました。二の矢があったか。この先は敵の守りが厚い。そこで次の手敵の装備を奪い工作兵に着せてくれ。騒ぎを起こさない秘密裏に。よし、いい感じだ。石田三成って確か戦は苦手だったはずだけど、なかなかやるようだね。大義で。あの人の能力は大したもの。でも狩りの時間だ。私はしない。言い方で損をしているようね。私こそ世界最強の騎士だ。無双の騎士っていうとこだっけ。付近の調査を完了しました。特に怪しい仕掛けは見当たらず。そんな、三成様は何も仕掛けず逃げたということですか。強いのね。あなたが味方でよかった。勇者に挑もうってか。いい度胸してるぜ。しかし勇者も肩なしだ。次はこうはいかねえからな。恨まないで。出てきたあんたが悪いんだ。浄化完了なんてね。
豊作兵に倒されただと。これでは策を実行できぬ。今が攻め時のようですね。体力勝負は苦手だ。こうなったら力ずくで総大将を倒すしかない。の力を見誤ったようだ。さあ、困ったね。追いかけても無駄だぜ。じゃな。恨まないで。出てきたあんたが悪いんだ。うまくいったぞ。私の全力で、あなたを止めます。よろしく頼むよ。もっと激しく。なんという強さ。私では、とても叶いません。浄化完了、なんてね。おかげでうるさい連中を追い払えた。一応、礼は言わねばな。三成さん。おい、そうだ、おお、そうかそうだそうね、
を起こします。あの、ああ、うん、ああ、おお、せつなさん、すまない。うん、敵の勢いに押されてるな。もっと守りやすい場所に移って体勢を立て直そう。ここでお前と戦うことになるとはな。カスミさん、元の世界での知り合いか。なら戦うのは辛いだろう。下がっててくれ。せつなさん、ありがとう。でも大丈夫、私は戦うのが宿命だから。お見事です。さすがは汎用の騎士ね。いいところだな。ここなら猛攻にも耐えられそうだ。敵はあなたを追ってきているみたい。この隙に
私が手薄な敵本陣を奇襲するわ。わかった、俺はここで敵をおびき寄せておく。だが、かすみさん、絶対に無理はしないでくれ。であると認めます。刹那さんは優しい。でも何かを心の内に隠している。いつかそれを教えてくれるのかしら。良さそうね。次は負けぬ。一体どこから。よし、奇襲が成功したみたいだ。急いでかすみさんと合流しよう。本陣が奇襲を受けただと。戻るぞ、四季様をお守りするのだ。私こそ世界最強の騎士。行くぞ。無双の騎士っていうとこだっけ。攻め立てよう。悪くない働きだ。立ち下がれない。倒すだけ。ごめんなさい。あなたたちを倒すことが世界のためになるんです。お前たちから見れば、四季の行動は理解できない。だが、奴は信念を持って進んでいる。かすみさん、おかげで助かったよ。踊ってるみたい。あなたの裁きを見せなさい。わしも混ぜるにゃ。せつな、容赦無用に、お前が何もできない。今ぞ、三奪者が偉そうになるようだ。大戦果を認めます。大戦果を認めます。よし、俺たちの勝利だ。
祠を奪ってどうするつもりだ。決まってるだろう。泉を復活させて奪われた王位を取り戻す。バカなこと。いくつ祠を奪ったとてお前は王になどなれぬのに。それどういうこと。聞くな、ざれ言だ。刹那では強大な泉の力を操れぬ。それができるのは、王たる器を持つのはこの世に玉木だけだ。あの、そうだ。え？そんな。いや。くっ。頼む。刹那。いや。そうね。よし。ノブニャガさん。
式に会いに行くぞ。抵抗する者は力でねじ伏せよ。騒がしいと思ったら刹那の猫たちが攻めてきたみたいね。四季さんを守らないと。すみません、猫さん相手でも容赦できません。焦る必要はない。敵は少数、囲んでやればいい。閉じ込められたにゃ。敵の主力は閉じ込めた。この隙に侵入経路を断つ。狩りの時間だ。わしはしない。なかなかの策士、道を断たれて味方の増援を呼べ。よし、攻勢をかける。濁流に遊ぶがごときなり。うまくいったぞ。俺が相手になろう。行くぞ。やっ、決めてやる。刹那は王位を望む利己的な男。四季はそんな奴に負けてる場合じゃないのよ。でや、そうです。決めてやる。四季さんは刹那さんと違って魔物を倒すために。なんやとら。行くよ。すみません、これ言っちゃいけないことでした。呼ぶのが遅いですよ。魔物じゃって、実に気が臭い。立ちふさがる前倒すだけ。すみません、倒させてください。あやね、四季さんと話をさせて。抜け人に話すことなんてないわ。四季も私もね。いざ参る。なるほど、あなたは手だれであると認めます。さて、応援を頼もうかな。あなたの舞台楽しいね。もっと激しく踊ってるみたいね。さあ、もっと激しく。いくよ。踊ってるみたいね。あなたの裁きを見せなさい。あら、素敵。私ごときの叶う相手じゃなくて。私も混ぜるにゃ。あら、素敵。浄化完了。なんとも少しはやるようだ。これで終わり。よし、こちらの思い通りだ。俺にはまだなすべきことがある。恨まないで。やる気はまいたくなるんだ。悪くない働きだ。とことく味方をやられるとは。侵入経路の封鎖は諦めるしかないか。敵はようやく諦める。ただ攻めてきたわけではないようだ。狩りの時間だ。私はしない。何が目的だ。確かに気になる。
俺が引いてこよう。よし、いい感じだ。魔物って言ってたわね。今まで戦っていた化け物とは違うものなのかしら。よし、考えてもせんなきことよ。すべては指揮にとる。よし、いい感じだ。よくやった、大義である。お前たちの動きは妙だ。何か目的があるのか。指揮以外と話す気はない。死にたいなら奴を連れてまいれ。そういうわけにはいかない。話せないというならここで倒させてもらう。精鋭分隊の名にかけてお前を止めてみせる。ここは一旦引き、指揮に報告しよう。どうする？彼らはお前以外と話す気はないようだ。私も敵と軽々しく話すつもりはない。が、もしここまで来られたら考えるとしよう。もし、シキさんの考えに共感したら、刹那さんを見限ることになるの？刹那はぬるいが、悪い奴ではない。その話は時期尚早じゃ、カスミ。そう、刹那さんと戦うなんて嫌だもん。強いのね、あなた。カリの時間だ。私はしない。味方でよかった。私こそ世界最強の騎士だ。叩き潰せ。無双の騎士っていうとこだっけ。さすが、お見事でございます。よし、いい感じだ。狩りの時間だ。逃がしはしない。押されている。このままでは。いや、それでいいのに。恨まないで。出てきたあんたが悪いんだ。
騎士ね。よし、いい感じだ。器を試してくれ。おお、面白いことを言う猫だな。いいだろう、私が相手だ。魔物のことを話すべき相手か、こちらも確かめておきたいからな。行くよ。私の邪魔をするか、ならば消えてもらう。わしには及ばぬが、そのまっすぐな武、見事よかろう。話を聞いてやろう。信長さん、違うわ。こっちがお願いする立場のはず。面白い英雄たちだな。少しだけならお付き合いしよう。おい。ああ、その英雄よ。そんな、よかろう。頼む。
是非もなし。はは。これが…僕があの建物を乗っ取ったらしい。しかも女性を襲っているとか許せないな。私の大切な場所なの。やらこった。綺麗な英雄さん、安心してくれ。あなたは俺たちが助ける。ありがとう。私はリオ、よろしくね。おかげで助かったわ。お願いがあるんだけど、カジノ、感謝するよ。あの建物、一緒に取り返してくれない？美女の頼みを断れるはずもない。喜んで協力しよう。正面から攻めるのは危険そうね。賊がいなそうな、あっちから攻めましょう。私、運の強さには自信があるの。でも、なぜか最近ついてないのよね。今も賊に追わ賊が
そうね。よかろう。ああ、どうぞ。これをどう。激鉄を起こします。マリーが行きます。頑張ります。ああ。やるしかない。さよう。よし。この異世界はノブニャガが制す。玉木、刹那、四季、すべて打ち破ってくれるわ。まずは玉木を滅すにゃ。電光石火の速さで攻め立てよ。後ろから刹那兄様の襲撃。皆様、守りを固めてください。私と勝負してください。ここからが本番。その調子で進むがいい。その調子です。皆を信じず。
強引に世界を救おうとするなんて。ここからが本番です。私たち刹那さんのことを責められませんね。この戦いがどういう結末になっても、あなたに裁きを受けなさい。もう少しながら登れ。孤独は天下を掴む者の宿命。なるほど、そなたはそれに耐える強い心を持っている。玉木が倒れた以上、次の狙いはこちらだ。みんな注意せよ。歌方のもののふ、桜花が相手だ。なるほど、あなたは手だれであると認めます。四季は守りを固めたか。ならば先に刹那を片付けようぞ。よし、いい感じだ。決めてやる。これで刹那さんが家族と戦わなくて済むなら、ま、必要悪ってやつだよね。そなたはやめる。カリの時間だ。私はしない。強い女子よ。呼びましたか。ますます気に入ったに。天下を武で制すのはこの両方戦よ。武ではない、猫で制すのは貴様にも分からせてやるにゃ。よし、こちらの思い通りだ。悪くない働きだ。勇者に挑もってか。いい度胸してるぜ。またご一緒できたのね。あなたとなら最高のコンチェルトができるわ。ヤヤガさん、手伝いに来てくれたのか。刹那、貴様とはこれより敵同士に。天下はこの織田信長のものぞ。どういうことだ。なぜ刹那たちは同士討ちを仲間割れということか。ならばこの機に乗じて刹那を倒す。よし、いい感じだ。うん、かかったに。背後に回り襲いかかれ。信長さん、なんだってこんな真似を。貴様は天下を治める器にあらず、故にわしが立つ。そんな、むちゃくちゃだ。あなたの演出、とてもワクワクするわ。これからどうなってしまうのかしら。であるか、そなたも面白き女子よの。あら、悪くないわね。敵に回して君と一緒に戦うので、
人生何が起こるか分からないものだね。私はとっても嬉しくてよ、アーナス。あなたとは案外息がぴったり合うみたい。私もちょうどそう思ってたんだ。楽しいっていうか、こんな時に不謹慎だけどね。よし、いい感じだ。今よ、狩りの時間だ。私はしない。全軍突撃し、指揮を撃て。強撃とはな、同士打ちは策ということか。行くぞ。すみません、あなたを手伝いなさい。精鋭分隊の名にかけてお前を止めてみせる。わー、すごいです。真似してみたいな。見事な采配、そして運命。刹那にはもったいないぐらいの栄誉でした。恨まないで、出てきたあんたが悪いんだ。もう戦えぬか。シキ、すまない、俺のせいで。最初からすまなかった俺はいい。玉木とシキがやられたか。今は引くしかない。ガサン、撫で斬りにゃ。猫と一緒に判断なんて、イケメンのあなたらしくていいじゃない。行くぞ。ここに邪魔をしないで。やっぱり仲間と戦うってきついもんだね。けど今は辛くても、この戦いが終わればきっといい方向に向かえた。そうね、信長さんならやってくれる。だから今は戦わないと。モノノフの魂、この槍にて貫かん。よくやった、大義で。我が魂、まだ燃え尽きてはいない。浄化完了なんてね。もう戦えぬか。シキ、すまない、俺のせいで。行くぞ。最初からすまなくておればいいもの。玉木とシキにやられたか。今は引くしかない。ガサン、撫で斬りにゃ。猫と一緒に判断なんて、抜け人のあなたらしくていいじゃない。あやめ、邪魔をしないで。やっぱり仲間と戦うってきついもんだね。けど今は辛くても、この戦いが終わればきっといい方向に行くはずだ。そうね、信長さんならやってくれる。行くぞ。だから今は戦わないと。よくやった、大義である。
もう戦えぬか。シキ、すまない、俺のせいで。最初から素直になって俺が叩き潰せ。玉木たちがやられたか。出番ですね。今は引くしかない。逃がさん、撫で斬りにゃ。やっぱり仲間と戦うってきついもんだね。けど今は辛くても、この戦いが終わればきっといい方向に行くはずだ。そうね、信長さんならやってくれる。だから今は戦わないと。信長さん、俺が頼りないからこんなこと。安く奪える天下などわしにとっては無価値。貴様にくれてやろう。やっぱりそういうことだったのね。甘すぎだと思うがな。最高の猫だね、本当に。待ってくれ、これからも一緒に。私たちは話し合いを怠って力で人をねじ伏せたんだよ。王になるならそんな奴といちゃいけない。もう戻らない、そう決めてしたことなの。新しい仲間には本心を隠さないことね。そうすれば絆とやらも結べるんじゃなくて。頑張りなよ。全ての邪妖は私が滅ぼす。
参ったな。ああ。あら。ああ。ああ、すまない。この世界は。やれやれ。むむむ。おお。英雄さん。